WBC 投手、やべ、トラウト以外しゃねえわ。え、そんなことある？最近の選手は MLB 見て勉強してるんじゃない？逆にどこから野球の技術取り入れてるんやろか。まあ、MLB 全く見ない人もいるからわからんでもないが。確かに。MLB の選手も日本の選手知らんと思うが。高橋宏斗、僕、アメリカの選手で名前を知ってたのもトラウト選手くらいで、他は全然。試合前にツイッターとかで調べたら、1番から9番までタイトルホルダーが勢ぞろい。これはまずいなと。中川絵美里。え、試合直前までアメリカ勢のことをほとんど知らなかったということですか。はは、さすが最年少は肝が据わっておらっしゃる。トラウト知ってて別ボールドシュミットアイナの知らんなんてことあるんやな。トラウトが日本メディアで一番取り扱われてるからそういう日本人多いやろ。日本のマスゴミなんて日本人選手の同僚かどうかしか報道しないからさ、知らんくても納得や。まあヒロトらしいわ。中川絵美里、シュワーバー内野手に対してはランナー一塁二塁でスリーボールのピンチから最後はセンターフライに打ち取りました。高橋宏斗、セット入った時に真正面に、あれ、バッター誰でしたっけ？中川絵美里、シュワーバー選手です。高橋宏斗、真正面の表示板に打率が170に取れてて、これは打ち損じるようにできるかもって思いながら投げてましたね。中川絵美里、周りを見られる余裕が生まれていたわけですね。でもさっきの本塁打王ですよ、笑い。高橋宏斗、あ、そうだったんですね。くさ、電光掲示板の情報だけでシュワーバーをカス認定してたのか。ヒロト、プロにくれるで競技やってて MLB に興味ないんか。 NPB でも全員誰か分からず投げろ、そしたらもっと勝てる。つまり相手の成績を知らなければセリーグでも抑えられる。知らないのは問題ないけど、直前までデータすら見てないのはいかんでしょう。アメリカなんて本命なわけだし。中川絵美里、いえいえ。でもはかめにも素晴らしいチームで、大会後寂しさは。高橋宏斗、めっちゃ寂しいです。そのくらい楽しいチームでした。最後、ダルビッシュさんは僕ら帰国組のバスの目の前まで見送りに来てくれて、一緒に帰国してドラゴンズで戦ってくれないかなって思いました。ダルビッシュ連れて帰ろうとしててくさ。でもあのヒロトのリリーフがなければ勝てなかったから、マジで感謝してる。